3・11のあの日は女川町に1万と14人という人口があったわけですけれども、そのうちの827名、8% を超える多くの犠牲が出ましたと。で、町の8割5分 85% が全壊流出損壊というようなところで、本当に皆さんの町で 85% が全てなくなったことを考えてもらえばというような、そのぐらい甚大な被害を受けた女川町ということですね。まずはですね、民間の方で商工会を中心にですけれども、女川町復興連絡協議会と通称 FRK と呼ばれる、そういった民間の団体がまず復興の起爆剤として動き始め、公もマッチしながら、まさに公民連携のまちづくりでこの10年歩んできた、強力なタッグを結んでやってきたもんですから、町の復興スピードっていうのは速かった。まずは住み残る町を作りたい、で住み戻る町を作りたい、そして最後に住みきたる町を作りたい、こんなにひどい目にあっても残るんだ、将来の子どもたちも残るんだ、これが住み残る。津波の一発で本当に町が崩壊したわけですよね。点でバラバラになったコミュニティを早く戻してあげたい、で住み戻るという、そして一番今肝になっているのはこの住みきたるということで、抜けてった人は仕方ないけれど、新たな人を女川に呼び込むためにはどうしたらいいか、やっぱそこに重点的な目標として定めていった。住み残る町、住み戻る町、住みきたる町、おかげさまでこのスローガンのもと10年歩んできて、本当に住みきたる人も多く、本当に女川に何の縁もゆかりもない人がここに定住して、そして事業を営んでくれて、で町づくりも参加してくれてると、こんな本当に牡鹿半島の左義長の町に、本当に志持ってきてくれる若い人たちが数多くいるということで、今一緒に町づくりをやらせてもらっている。それでスローガンとしてはある程度今のところは手応えを持ってやってますし、そうですね、もともと女川の人たちは我が町のことというと、自分事として解決、もしくは何かの手立てを考えるという、そういう素地はあったんですけれども、今回の東日本大震災を受け、自分事としてこのまちづくりというのを真摯に語り合えた、復興というものへのやっぱスピード感というものにオンされていったんだというふうには思ってますね。この震災からの今までの10年っていうのは、本当に失ったものを戻す、ただ戻すんではなくて、未来の子どもたちにいかに引き継いでいくのに恥ずかしくないようなものをまず作っていくか、それに対しての10年だったんですね。おかげさまで本当に難産ではございましたけれども、10年かかって本当に立派なものが生まれと、これからはこれをいかに育てていくか、今後の10年というのは、まさにこの生まれたばかりのものをどのように育てていくかというところに、今我々は考えを巡らしておって、この復興過程を通じて新しい価値をどれだけ今後生み出していけるか、やっぱそこに今注力しているところですね。やはりですね、住みきたるというところに、非常にこれはもう女川が持続していくためには欠かすことのできないものであって、我々はもう交流人口という定義からちょっとまた解釈を変え、活動人口という、ここでも勤めでもいいし、遊びに来てもいいし、とにかく女川に来ると、で来てもらって、我々と例えば交流を持ってもらったり、やりたいことを自由に表現してもらう場として女川を使ってもらう、そういったところで何かが生まれていくというのを期待して、要は何かが生まれるということは、イノベーションが起きるということは、持続性にまたつながっていくというふうに我々考えているので、その持続性をいかに持たせるかということで、ハードも工夫をしてみたし、でソフトの面でも今後さまざまな施策をやっぱり打っていきたいとは思いますので、皆さんご覧になっていただいたら、少しでも興味持っていただいたら、ぜひ住みきたるの気持ちで女川に来ていただければありがたいなというふうに思ってます。